とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もですね、100連生活行ってみましょう。2日目ですね。今日も100連回していきますよ。昨日回したのが、こっちですね。装備品と、よろず。10回ずつ、50回ずつ回しまして、どうもね、装備品で回した方が良さそう。なので、装備品で回していきます。こっちはね、なんかピットブルばっか出たんですよ。ピットブルばっかなったんで、もうこっちの装備品で決めていきたいと思います。こっちはね、いいのが出た。装備品も、タイツは別にね、必要じゃないにしても、野球人のバットと、スリッパキャノンは、いや、待って、スリッパキャノンもう一個上があるか。まあいいか。とりあえず、こっちの方が装備品いっぱい出たので、こっちで100連、今日は回していきます。はい。さあ、まず最初の10連目。出ないね。でもこのガチャのいいところは、確率がどんどん上がっていくっていうのがいいですよね。今回外れでも次当たるかもしれないということで OK。はい、全然最初は良くないですね。全然よろしくない。身体操リボンも別にいりません。パワーアップして使えるやつは使っていく感じかな。はい、じゃあいくよ。次、レジェンダリー確率 5%。2% が上がって。そんなもん。でもそろそろ、1個かい。1個。で、昨日はね、3個連続出たことあったんで、金が。今日もそれぐらいはちょっと、狙えるんじゃないですか。なんかないか。最後。これ、ピックアップのやつだ。野球人のバットでしょ。あれって。ね。いいんじゃないですか。これ良くない？捨て身の覚悟。防御力が 20% ダウンするけども、攻撃 60% アップ。悪くない、悪くない。この装備はいいっすよ。いい。いいのが出た。よし、使っていけるのが出ましたね。じゃあ30連目。いきます。さあ、30連目は、金は出るか。金の排出率は、横の赤の方が高いかな。こっちはなんかいい装備が出やすいっていうだけか。はい。こんなもんだよね。こんなもんか。全然いらない。この、武将の兜はね、あと、1、2、あと3回か。レベルアップさせれば、そこそこ強いやつになるんでいいか。はい。いきます。レジェンダリー 5%。何個出る？出ない！嘘！出なかった。また兜が出なかった。凍った豆腐も出たね。凍った豆腐とヒロシも出てる。よろしくない。全然よろしくない。悪いよ、むしろ。はい。今40回回したかな。で、次50連目。レジェンダリー確率 11% いきましょう。何が出る？金。もう1個。おし！ 2 つ。装備品の、おしゃれ装備が欲しいんですよ。おしゃれ装備じゃないや。ファッション欲しいんですよ。いらない。目立つ棒いらない。なんでタイツ？いや、出ねえな。いや、プレゼン棒もう一個上があるし、しかもいらないし、タイツもいらない。いやー、出ない。出ないね。2つ金だったけども全然いらないやつでした。よし、どんどん行きましょう。よくないね。いや、金こっち出にくいわ。ちょっと装備品集めるのはこの隣の方がいいか？いや、よくない。全然。あー、マハエルが出た。うん。基本全部いらないですけどね。まあ、確率が一回下がったらば、隣を一回、あ、いや、その前に一回回してこよう。よろず。こっちの方がなんか金が出る気がするんだよね。で、レジェンダリーの確率も、悪すぎるわ。あ、でもメダルがこっち出るからね。うん。金が出たとしても、どうせピットブルとかなんかそういうやつだわ。いや、いらない。うん。いや、いらない。タイムアクセルも、ちょっとレベルは高いやつだけども、うん、そんなに使うやつじゃないですもんね。7% になった。もう一回回しとくか。もう一回こっち行きましょう。あ、やっぱ金が出る確率、運か。運だね。あ、1個出た。1個か。で、これでなんか、ピットブルとか出たらもう超ショックなんですけどね。なんだ？え？なんか、見たことないの出た。あ、装備品か。装備品だな。うん。これはふぶきさんの装備品じゃないですか？ほら。うん。いらねえ。レベル505って。弱すぎて使えない。あ、ダメだ。ダメだ、ダメだ。よろずガチャはね、やっぱあんま当たんない。装備ガチャがいいわ。間違いない。うん。おお、なんかピックアップが何も書かれてないですね。では、20連残り。こっちで回していきましょう。さあ、ピックアップは何も書いてなかったけども、金が来た。来い。なんか出て。来てくれ。あー、なんだ、破天烈波かなんかか。なんだろう。最強装備だったらいいけども。破天烈波か。もう一個上がある。まあいいか。うん、作りましょう。いやー、よくないね。では、ラスト。ラストですね。本日ラストの100連目。なんか出てくれ。おー、金が出た。最後の。最後の1回で。金出たけども。なんだ？おおお、そっちかい。そっちかい。いらない。あー、まあまあ、うん、最強のね、この蹴飛ばし武器なんだけども。え？何？ギャンブル攻撃。クリティカル率 30% アップ。あ、30% クリティカルアップするけども、クリティカルじゃない時のダメージは1ですよっていうやつか。あー、どうなの？使えるか。まあ、実際、今のところ普通に、クリ率が 25% なので、55% になるんですか。それとなんかを合わせれば、まあ、60% ぐらいのクリ率にはなりそうだけども、ちょっとどうなんだ？いやー、欲しいやつじゃない、これ。ダメだ。全然出ない。全然出ないです。まあ、ちなみに欲しいものはファッションのやつですよ。今、僧侶は持ってるんで、これの魔法使い、勇者、戦士とか、舞踏家とか、そこら辺が欲しいんですよ。出ない。欲しいのに出ない。はい、それではですね、今日は100連生活第2日目となっておりまして、100連回してましたけども、ちょっと微妙。ファッション出ないね。ファッションが出ない。まあ、あと2日ありますので、その200連で、なんとか1つはファッション出していきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや。